どうも。ですね、アイコスを禁煙して、並びにタバコを禁煙して10時間ぐらい経とうとしてます。10時間。目の前には僕の、目の前にはこれがあります。誘惑が。これも。目の前にこれが吸える環境ですよ。完全に。目の前にありますからね。目の前にあって、まだ吸ってない。ただなんでこの動画撮ってるのかっていうと、山場がありました。さっきね、すげえ壮絶な山場がありました。まあ、どんな山場があったかっていうと、飯食った後です。飯食った後、マジでちょっと誘惑に駆られましたね。まあ、タバコ吸う人だったらわかると思うんですけど、飯食った後の一服ですよね。これが至福の時なわけじゃないですか。でね、その飯食った後も異様にタバコ吸いたくなったわけですよ。吸いてみたいな。吸いて、目の前にあるし、これ別に動画作らなく、別にこれ俺が吸っても別に誰もバレねえしなみたいなね。葛藤ですよ。これ吸っちゃってもいいんじゃねえか、この悪魔の吉谷と、まあ、天使の吉谷がいるわけです。悪魔の吉谷は頭の中で、そんな、吸ってもいいんじゃねえのみたいなね。てか、誰も知らねえしと、バレねえしみたいなね。そんなの吸ったところで、まあ、誰も興味ねえし、お前の動画も見てねえし、大丈夫だ、吸っちまえよ、みたいなね。悪魔吉谷がいるわけですよ。でも天使の吉谷は、ここで負けたらダメよ、みたいなね。葛藤ですよ。いやー、でも吸いたい。まあ吸ってないですよ、まだ。動画撮ってから吸ってないです。動画を撮ってから吸ってない。いやー、吸いたいんですけど、吸えないので、動画回してます。でもね、山場は一応乗り越えました、山場。で、やっぱ吸いたくなるっちゃうんで、どうしても。吸いたくなっちゃうんで、でもね、10時間タバコを吸わない。で、久しぶりかもしれないです。タバコを吸う方で10時間もタバコを吸わずに、1本もタバコ吸わずにってなかなかなくないですか？タバコ吸う人、どうですか？10時間1本も吸わない。あまりないですよね、あまり。まあ、その起きてて。もう僕もあまりないんですけど、今。もうお菓子食いまくろうと思います。もうね、お菓子を食いまくるという、もうこの際、太ろうと、お菓子を食う。こう、うまいな。軽い食感のお米チップス、エビ味。あ、これうまい。なんか、タバコをやめると、な、舌も感度が良くなるらしいですよね。タバコ吸いてー、マジで。めちゃくちゃ吸いたいんですけど。まあちょっとね、さすがにちょっと肺がっていうのはあるので、こう多分ね、僕の肺が通常だったら100%、ね、黙って吸ってると思います。やっぱね、こんなんね、別にやる必要ないわけじゃないですか。動画撮る必要もないし、バカですよね。だって僕はタバコをやめないって言ってる人間ですから、別に吸ったっていいじゃないですか。ただ 今肺に穴が開いてる状態なので。いや、でもね、あれですね、まだ体の変化はないですけど、まあ明日明後日これ吸わずにいたらどういうふうな変化が起こってくるのか。まあ多分ね、僕のその気がね、結構強いので、多分まあ、再生してくると思うんですよ。体が。ここ穴開いてんじゃねえかな。おお、にゃ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 みたいな。吉谷菌がこう、多分頑張ってくれると思うんです。でもちょっとは楽ですね、ちょっとは。ちょっとは。
でもまだ痛い。マックスで吸えないですね、今。これで痛いもん。これで痛い。自然に治っていただけることを願って。この前は自然に治ったんですよ。医者にね、聞いちゃいました。自然に治るもんなんですかって。まあ、自然気境ですからね。なんで再発する、なんでそのそういう病気になるのかまだ解明されてないっぽいですよね。なぜその気境になるのか。うん、自然気境。気境。はい。ということで、もうちょっとね、起きてると吸いたくなるので、もうちょっと寝ようかなっていう寝ればいいじゃないですか。寝れば寝ながら吸うってことないですよね。うん、まあちょっと仕事もしようと思ったんですけども、ちょっとね、ちょっと体がきついんで、まあこれも仕事ですけど、うん、まあとりあえず今ね、時刻が10時9分、10時9分、はい、うん、終わります。